シンデレラ、シンデレラ、シンデレラったら何してんのよ。はい、何でしょう。あ、うちの娘たちはどこなの。あの、まだベッドの中ですわ。たく、ほらぼんやり突っ立ってないで、すぐに朝食を運ぶのよ。お急ぎ。おっかねえ、何事だろうな。ほんと、何事だろう。知るかよ、探りに行こう。来い。ドリゼラ、ドリゼラ。ああ、何よ。起きなさい。早く支度するの。ぐずぐずしてられないのよ。アナスタシア、アナスタシア、起きなさい、アナスタシア。一体何なの？なぜ？二重が大騒ぎよ。みんな噂してるわ。もうすぐお見えになるわよ。誰が？太后様よ。一晩中お探しなの。何を？昨夜の娘よ。舞踏会で片方の靴を落としてったとか。彼はすっかり夢中だそうよ。ああ、太后様が？まさか王子様がよ。王子様。まったくろくなことしな。そこを片付けたら娘たちの着替えを手伝うのよ。なんでなの。王子は昨夜の娘探してんでしょ。私たち関係ないわ。関係あるのよ、よく聞き。お前たちのどちらかにもチャンスはあるわ。私たちにも。ねえママ、どういうこと。いいかい、王子も他の誰もどこの娘かを知らない。知ってる、知ってる、シンデレラだ、知ってる。手がかりといえばガラスの靴だけ。そこで王国のすべての娘に履かせてみることにしたの。ぴったりの足の持ち主が見つかったら、王様のご命令によりその娘が王子様の花嫁になるの。花嫁に。花嫁に。シンデレラ、ドレスをきれいにして。私のが先よ。そつこんでアイロンかけてよ。これもこの靴を揃う。さあ餅を磨くのよ。ドキドキしちゃう。一度のチャンスとは。ねえ、シンデレラの様子が変だわ。ちょっと目を覚ましなさい。着替えなきゃならないのよ。着替える？そうだわ、こんな格好では失礼ね。上に行って着るものを探すわ。ママったらあの子に仕事をさせてよ。なぜ叱らないで見てるの。恋だわ。ラリララン。するつもりだ。わかんないよ。見張るんだ。来い。ひどい。やめてお願い。あんまりだ。